藤本博士は大阪府仙北郡多田岡町出身の元プロ野球選手、プロ野球コーチ。2011年から2012年まで福岡ソフトバンクホークスの打撃コーチを務め、現在は二軍監督。天理高校では1980年2年夏の第62回全国高校野球選手権に4番打者、三塁手として出場。同じ2年生で、 左右の両腕である、川本和弘、小山正夫の高頭もあり、準決勝まで進むが、エース愛好武氏を擁する横浜校に、逆転負け。その後は秋に、チームで起きた、不祥事のため丸1年の対外公式試合禁止の処分を受け、3年次の甲子園行きのチャンスを棒に、振ることになる。しかし甲子園での実績や素質を見込まれ、1982年に、 川本と共に南海ホークスに入団。1988年には一軍に定着、主に三塁手として88試合に先発出場。1992年には初の規定打席に達する。南海時代は7、8番といった海打順が多かったが、球団が大英に売却され、福岡へ移転した後はクリーンアップを任されるようになった。 柔道をしていたために体格が良く、角田博光に続く和製大砲が育たず得点力の弱かった80年代の南海ホークスでは、岸川克也と共に将来の4番候補として期待されていた。パワーヒッターというイメージが強いが、年間最多本塁打は1992年の20本と、どちらかというと中距離打者であった。状況に応じて、 逆方向へのバッティングもできる器用さが持ち味の選手だったが、慢性的なチームの得点力不足や、大英ホークス2年目に監督として就任した田淵光一による指導もあってか長打を狙っての大振りが目立ち、打率は250前後と伸び悩んだ。打率と反比例して出塁率は高く、1992年は打率ランキング28位であったが、 出塁率は同僚でその年の首位打者、佐々木誠を上回るほどであった。高田公主の三塁手である松永博美がホークスに加入した1994年にはレギュラーの座を追われた。当初は控えの座に甘んじていたが、藤本の打撃技術を高く評価していた、当時の打撃コーチ大田隆の進言により二塁手として起用され、奮闘、不安視されていた。 守備面でも活躍。同じく口ひげを蓄えていたブライアントラックスラートの一二塁間はこの年の名物となった。翌1995年も石毛宏則が西武ライオンズからホークスへ移籍。再びレギュラー落ちの危機にあったが、またも大田の進言により、西武との開幕戦では石毛に代わって一塁手として先発起用され、9回表に、 塩崎哲也から豪快な本塁打を放った。その後もここ一番での勝負強いバッティングを見せ、この年の得点圏打率はパリー,ーグトップの391を記録した。しかし、翌年以降は若手の台頭や自身の成績不振が出始め1997年には一軍定着後としては初の一軍本塁打0本に終わる。 1998年シーズン序盤に金銭トレードでオリックスブルーウェーブへ移籍。同年4月28日の対千葉ロッテマリーンズ戦に出場したが、オリックスへ移籍した直後の試合であったため、ユニフォーム作成が間に合わず、過去オリックスに在籍したタイゲーニーのユニフォームを着用していた。同年限りで引退し、その後は1999年から2010年まで、 TV99 周放送 J スポーツ野球解説者西日本スポーツ野球評論家を務めた。解説者としては現役時代のエピソードを交えたスタイルが多く、1999年にホークスが福岡県後初優勝の快挙を成し遂げた際には解説席から監督の大貞晴が胴上げされるのを見て輪の中に入りたいと語っていた。また引退後は長らく、 福岡市中央区で、居酒屋、藤本邸を経営しており、福岡出身の芸能人やホークス選手も多く、訪れていた。現役時代の彼のイメージを象徴する口ひげと、滑覆の良さは現在でも健在である。2011年から2012年まで福岡ソフトバンクホークスの2軍打撃コーチ、2013年からは、1軍打撃コーチを務め、2015年からは再びに、 軍打撃コーチとなる。2017年からは再び一軍打撃コーチ。2019年からは三軍監督。2021年からは二軍監督。ありがとうございます。